大阪市淀川区に位置する十三駅は、阪急電車の神戸線、宝塚線、京都線が集結する駅で、十三と大阪梅田の間は私鉄唯一の三福線として知られています。各路線2本ずつ線路が設置されている4面6線の駅で、路線の乗り換えは北側の跨線橋または南側の地下通路を通って行います。乗り換え客が多いジャンクションという立地を生かし、関西私鉄初の駅中飲食店阪急そばや日本初の駅中コンビニエンスストアアズナスが誕生した駅でもあります。そんな十三駅の周辺はネオンが目立つ歓楽街として栄えてきましたが、近年街並みに大きな変化が訪れようとしています。今回は阪急十三駅周辺の再開発構想と浪速筋線開業に伴う変化について取り上げます。今週の動画の内容は投票結果で1位だったものです。投票に参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。まず十三駅東口の南側の再開発計画についてご紹介します。かつてこの場所には淀川区役所がありましたが、2009年に新庁舎に移転して以来、跡地は長年未利用の状態が続いていました。同様に道を挟んで西側、阪急の線路沿いの水道局十三サービスステーション跡地も、駅前の好立地にもかかわらず開発が行われていませんでした。大阪市はこれらの用地を一体的に活用する事業者を募集し、2020年に阪急阪神不動産に決定したことが発表されました。阪急阪神不動産はこの場所を地上40階建てのタワーマンションを含む大規模複合施設へと再開発します。施設は道を挟んで東西に分けられ、東側には1階にスーパー、2階に図書館、3階に保育学童施設、4階から40階にマンションが入居する複合施設棟、西側には医療系専門学校が入居する学校施設棟が建設されます。高層ビルが少ない十三のランドマークになることが予想され、ファミリー層など新たな住民を呼び込む起爆剤としての役割が期待されます。施設の完成は2025年を予定しています。新しい複合施設からほど近い淀川河川敷エリアでも再整備が計画されています。淀川河川公園は対岸の梅田の超高層ビル群が見渡せる開放的な空間が広がっており、普段から散歩やジョギングを行う人で賑わいます。大阪市はこのエリアに民間事業者を呼び込み、さらなる活用を目指します。例えばオープンカフェやサイクリング、ランニング拠点、グランピング場やカヌーなど様々な体験を提供できる企業を募集し、2025年度の開業を予定しています。近畿地方整備局はこの場所に船着き場を整備し、将来的に十三と万博開催予定地の夢島を結ぶ遊覧船の運航も想定しています。このようにこれまで夜の街のイメージが強かった十三は、より幅広い層にとって魅力的な地区へと変貌を遂げようとしています。もともと神戸、宝塚、京都の各方面のアクセスが良好で、梅田からわずか2駅という好立地にあるため、そのポテンシャルを活かせるような再開発が行われる予定です。さらに関西空港、難波、大阪駅梅北ホームを結ぶ期待の新線浪速筋線への連絡線及び新大阪連絡線は、十三駅が起点・終点となる予定です。阪急の新線が2つも十三駅に乗り入れるためには、駅構造を作り変える大掛かりな工事が必要となります。駅周辺だけでなく駅自体も建て替えとなると、十三のイメージが一新されるのではないかと思います。阪急の2つの新線構想については、2017年の発表以来、自治体や他の事業者との協議段階にとどまっており、大きな動きは報道されていません。十三駅改良計画の詳細などはまだ明らかになっていませんが、10年先の計画なので今後の展開発表に期待しています。
重曹は大阪の中でも再開発がクローズアップされる機会は少ないですが、活性化に向けて着々と準備が進んでいます。ご視聴ありがとうございました。